まずいぞ。俺たちの力が通じてない。通じていないのはお前だけだから。ああそうそう、言い忘れたけど、うちのサークル高額のために試合は動画を撮ってるんだ。なんだって。さては貴様ら、俺たちの負けっぷり晒して笑う気だろ。いや負けっぷりつーかーさ、その格好してる時点で晒し者だろ。公平、こうなったらもう分かってるさ。もう俺たちに残された手は KO しかない。お前らなんか不穏なこと考えてないか。まさかそんなこと。死ねえ。なんだ今の掛け声は。いいぞ北原ナイスサーブ。あとは微調整だな。どこがナイスサーブだ。ノーバンでフェンスに当たってるだろう。らダメだ。避けるな卑怯者。卑怯者はどっちだ。気をつけろよ、避けさえすればこっちの得点になるんだ。おお、分かってる。まさか。ったく油断無隙もないな。会長、これで手詰まりだろう。潔く負けよ。この下手くそ、やつかカメラのどっちかくらい当ててみせろ。本当にあんなの相手にする必要あったのか。思ってやがる。どうなりゃ何でもいい、お前得意の卑劣な手でうまくやれ。なんでお前にそこまで言われなきゃならんのか。どんな手でもいいのか。もちろんだ。そうか、狙いは KO だ。よし、それでこそ北原だ。はっ。命中。お前どういうつもりで。いやー、不慮の事故で欠員が出てしまいましたので、メンバー交代でいいですよね。おっと出番か。俺もいけるが。なんてことしやがるクソ野郎。お前がどんな手でもいいと言ったんだろうが。あの連中に対して。スポーツマンシップのかけらもない。まあ勝てたからよかったんじゃない。